ファミコンアワー。田舎の割にはゴージャスな駅ビルは全国的には知名度ゼロ。どうも、田舎の割にはゴージャスな駅ビルは全国的には知名度ゼロ、パーソナリティの伊集院光です。田舎の割にはゴージャスな駅ビルは全国的には知名度ゼロ、アシスタントの湯田です。田舎においてはさ、はい、そこがデートスポットだったりとかさ、はい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 、それどこで買ったの？メルコなんて言われてるうわいいなメルコじゃんとか言って、うん、あと学校になんかの理由でこう紙袋でショッピングバッグみたいなの持ってかなきゃいけない時も、うん、家の近くの山田屋とかやらんだけど、うん、メルコのやつだとすごかったりすんだよなんて言って、もう田舎とかドライブとかで走ってて俺らわかんねえじゃんか、うん、ドカンとメルコなんて書いてあってさそういうところがメルコ以外のさ、メルコ以外の例えばあのスーパー小泉屋が、うん、メルコの横左折なんて書いてあって、メルコ誰でもわかるみたいなんだけどあれ上京してきてみんなと話すとメルコなんでもなかったりするんだよな俺ら東京だけどさ、東京の中では田舎っていうかもうダメな街だったじゃないですか。そうですね、生まれとか一緒の東京で、うんうん、でいて上野のさ、うん、アブアブってさあ、そうだよね。あ、じゃあそれと同じ感覚なのかな。そうだ、上野にね ABAB って書いてアブアブってあったんだけど、うん、俺らの中では今のパルコぐらいの知名度だよな。すごいよねアブアブといえばね。みんなハテナ出てるもん、なんだよアブアブってっていう感じで、うん、京成デパートっていうのは今でいう丸井のとかそうなんだね。あそこ京成デパートだったよね、うん、京成デパートのさ、うん、上にこうなんかテントウムシみたいな形したなんか遊ぶとこがあったんだよね、屋上に。あったあった、目が2つぐらいついててさ、うわ今多分なすごい局地的にわざわざ衛星で全国に飛ばしてて局地的に今あったあったって言ってるよな、うん、俺らでもああいうのってあると思うよ。まださ視野が狭い頃ってさ、京成デパートって東急ぐらいのなんていうの知名度だと思ってたし、うん、アブアブはもうパルコぐらいの。アブアブって赤札どうでしょ。そうなん。そうだよね。ねえねえ、ちょっと待って、金華堂ってどれぐらいの知名度なの。金華堂ってのはもう全国的に金華堂はすごい。金華堂って池袋の布屋さんの金華堂。そう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 、金華堂じゃ全国にあるんじゃないの。だって池袋とあと俺たちの住んでた小倉っていうなんか割とローカルな、東京のローカルな駅のそばに金華堂が2軒あって、俺らにしてみれば地元が小倉で池袋は大都会だったから、うん、池袋って今でいう渋谷ぐらいの感覚だったから、うん、まあ、その両方にあるっていうことはきっと全国に5万点ぐらいあると思ってたよな、うん、でこの間さ仕事で行った、すみませんそういうとこ仕事で行くんですけどごめんなさい、仕事で行ったんですけど、あ今ちょっと生き生きと話してる自分が嫌だったんですね、仕事で行ったのは砦の駅前にね、あの片倉っていうやっぱりショッピングセンターがあるんですよ。おうおう、そこで仕事をしたんですけど、おうおうおう、片倉って書いてあるのに、まあ、屋上のマークが目いっぱいイトーヨーカドーなんですよ。なんでなんだろうそれは。で伊藤洋華堂って書いたのね、うん、でそこの支配人さんと楽屋で話した時に、うん、こちらの伊藤洋華堂さんの系列なんですかって言ったらね、いや全然関係ないんですって関係ないのにあれいいんですかって言ったらね、まあ都合でね、あんなでどんな都合なのどんな都合なんかつい伊藤洋華堂な部分はあるんだろうね。先代がなんかお付き合いがあったらしい俺そこのさ支配人とか聞いたら嫌だけどさ、うん、ものすごいセンスのとこあるよな。全くね西武と同じ色してるのよ。でいて西武グループっぽいんだけど名前がボナンザっていう名前のデパートが全然違うじゃん。全然ちゃうねあれ。でいて聞いてみると、うん、俺もやっぱりそのもっともっと今のユタよりもランクが低い頃に
絶対そういうところでやらされてたじゃん、なんかボナンザボナンザって言って、そこもそれなりにあの自分のとこだけのテーマ曲ってあるわけよ、うん、ボナンザお買い物ショッピングハートフーボナンザどうせずっと流れてるんだよ、セーフチェーンの歌みたいなやつで、これセーフチェーンってだっけ、セーフセーフセーフチェーンって歌うんだよ、そうそうそう、お金がモアーズのウェルカムトゥーモンモアーズみたいな、ああいうのあんねん、それデニスじゃないの、いやあるんだよ、岡田モアーズもなんかあの夢と真心通い合って斧を刺しても怒られずみたいな歌が、ああそうなんだ、岡田はもやつだった、もやつあれまた曲出されて、全国から機械な、ええ、そういうのどういうのあんのかな、そうですね、みんなが質問、それは東京では知名度いいんですかっていう、はい、じゃマガジン壁新聞社で受信します、してください、TRF で Easy to Dance 4、開けっぱなし東京03-3423-3377、東京03-3423-3377、だからあの東京東京って言ってもさ、はい、俺らの生まれて育った荒川区なんてさ、はい、下手したらそうだな、埼玉の端っこよりもちょっと田舎っちゅうかさ、うん、川のそばだしねなあ、みんなに言うと割と本当の東京成城とかで育ったやつに言うと、うん、石焼き芋屋さんはまだ来るわ、うん、だけどきびだんご屋さんとか家の周りに来た、うちの方は来るんですよねうちの周り来んだよきびだんご屋さん、きびだんご屋さん太鼓叩いてくんだよね、そうそうそう、何のアナウンスもなく、うん、もうただのジジイがちっちゃい屋台を弾きながら、そうそうそう、トトトトツ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 トドン、それどんな太鼓叩いてんの、もっとちっちゃい猿が叩くようなちっちゃい太鼓じゃん、だけどなんかそれがさずっとさこうクレッシェンドしてて気持ち悪いんだよね、トトトトツ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 トンタン、そう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 、来るんで怖いよね、でこれが普通の音楽だったらばこのトツ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 のメロディーとかこうリズムに乗ってくるじゃないですか、タンタンって言うと中途半端に休んでまたトドッツ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 ッもう完全にその親父の間で来るから完全に親父のオリジナルなのよその時の気分だからメトロノームとかはくっつかないのよな、なんかそれもトドッツ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 ッ、1分ぐらい休んでからまたお会いしたってするから死んだんじゃねえのかなと思うよ、スタッフの皆さんキョトンとしてますけどね、金団子屋さんとかスタッフ全然選ばれたら来ない、うわ来ないっす、今もうねあの長野県 の柳沢くんがうなずいてましたから、もうあの長野県の柳沢くんがうわあなたのところ田舎ですねっていう顔で、いうようなもんで善光寺の近所に住んでるくせにねえ、牛に惹かれて善光寺参りのくせして、そう、ねね、参っちゃうね、本当に参っちゃうよ、ね、焼き芋屋とか変なのことある、そうそう、うん、この間ねあの焼き芋屋さん普通さ、うん、あの今ほらきびだんご屋さんは太鼓叩くっつったけどさ、うん、それなんかもちろん生のもんだけど、うん、普通今焼き芋屋さんってテープで流すじゃん、そう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 、石焼き芋
の今っていうのは、うん、テープに吹き込んどいて流すじゃん。エンドレスだ。そうそう、ずっと流れてるやつさ、うんうん、でもあれ書き換えるからずっとかかってんでしょあれ。でもなんかずっとさ、ずっと石焼き芋をずっと繰り返してるじゃん、うん、この間ね、久しぶりにね、生で自分で喋ってる石焼き芋屋さん見かけました僕。珍しいよね今時、マイク使ってこうやって。今時ないだろう。だいたいあれさ、運転しながら喋ってていいのかなあれ。わかんない、あれじゃないの。意外に俺らはあのそんな生で喋るようなやつは、うん、絶対こう何、今のテクノロジーに乗り遅れてると思ったら、うん、なんかこうウルトラ警備隊みたいな、こう耳のところがすごいやつ、キーンって出てる CCB みたいなやつだね。 CCB が今で言うところのなんだ、今ナウな最前線で言うところの、最前線で言うところの CCB みたいなマイクをつけて、結構キャップっていう感じのマイクをつけて言ってるかもしれないけど、それでね、その焼き芋屋さんがさ、うん、今みたいにね、石焼き芋お芋、これだったら普通なんだけど、うん、石焼き芋生で喋ってる石焼き芋屋さんが、うん、石焼き芋お芋焼きたてのトウモロコシ、どっちだよ、どっちなんだよ、どっちなんだよと思うじゃん。両方売ってるのかなと思ったんだよ。でパッと振り返ったんだよ、そしたら焼き芋しかやっぱりないんだよね。じゃあそのおじさんが、石焼き芋芋焼きたてのトウモロコシはないよないなら言うなよ。いつもトウモロコシをやってる人が、うん、たまたま焼き芋やったのか、それともいつも一緒に売ってる人が今日はたまたまトウモロコシがないのか、ないのか、うん、俺のな見たらサオダケ屋さん、竿竹屋さん、竿竹屋さんで、何、軽トラの後ろにさ、その物干し竿をいっぱい置いて、竹屋竿竹、それも生声でやってる人で、うん、全然なんでもなくて、家の部屋でファミコンかなんかやってる時に、子供の頃よ、中学校ぐらいの時よ、こう流れてきて、竹屋さ、うわーこれなんだ、ほら、あれうわーなんかこれ見たこともねえやって、なんかおた竿竹屋の親父が運転してるだけで見っけたらしいのよ。見たらしいんだね、それはね。もう後ろになんか音楽みたいなのっかったと思うんだけど、親父が、あらこんなことになって、周りは何もやねえんだっていうのがずっとその前で流れてるから、音しか聞こえないけど、なんだよおい、俺んちの付近に何があんだよと思って突っ走って探しに行っちゃったね。あと焼き芋屋のテープですごかったのが、うん、焼き芋屋さんで、うん、これテープなんだけど、うん、なんかもともと他のものが入ってたテープの上から重ねて撮ってるらしいのよ、うん、でいて石焼き芋ほっかほかのお芋だよ、早く来ないと行っちゃうよ、パラパパップパーパッパパッパパッパ行っちゃうよのそのなんかパラパパップパーパッパーって音楽が、うわ聞いたことあるよと思うんだけど、それちょドキドキ流れるんだよ、なんかドキドキ、もう一回聞きたいじゃん、俺自転車についてったもん、思い出すまでこうやって、なんだろうこのジャズっていう感じのジャズなんだ、聞いたことあるジャズっていう感じで、おっさんおもろいわ。でもレコーディングとかこういうとこでやんのかな、こういうちゃんとしたスタジオで。うちでやってんだよ、ああいうのみんな。そうやん、 うちのお風呂場とかでやってんだよ。あのさ、うん、子供の頃にさ、こういうラジオ番組とかさ持ちたいと思ってるけどさ、うん、まして戦闘機なんか想像もつかないしさ、持ちたいと思っててさ、ユタとかやんないで俺やるタイプだったんだけど、うん、オリジナルのさ番組とか作ったことある、うん、そんなこと死んでもしません。うわ俺やっててさ、もう今の焼き芋屋のレコーディングと一緒にさ、こうやってカセットテープレコーダースイッチオンにするじゃんね。でいて、まあ当時そうだな、俺本名田中健じゃんか、うん、ね、なんかデブッチョ田中のミッドナイト高校、うわー言ってんね。でもう DJ 気取りじゃん、うん、でエコーとか装置ねえじゃんか、うんうん、もう普通のトークは自分の部屋で喋ってるわけよ、ね、それじゃ続いてはこのコーナー行ってみようかとか言って、一時停止を押して、うん、風呂まで行って解除して、ね、頑張れコーナーってまた一時停止をして部屋持ってですね。で俺 DJ 気取りだから、みんな頑張れとか聞くのは俺なのにね、人に言えないから聞くのは俺なのに、メッセージとか送るじゃん、うん、その後ろのところでケンご飯ご飯DJ なのにご飯母さんうるさー入ってるよ石焼き芋屋さんもそうなの。スーパーファミコンアワー伊集院光の放課後の王様、ファックスはけっぱなし、東京03-3423-3377、東京03-3423-3377。昔々のことじゃった。あるところに田中健という大男がおったとさ。その男はラジオの番組で今話した話は前にも一回話したよ。また始まったか俺。今のはもう前に一回話したことが、しかも同じ番組だよ、同じ番組だったとさ。モノマネしながら指摘されるとムカつくな、なんかものすごく。How to サテラビュー。
もう俺生放送ダメだといつも思うのがさな、同じ話すごいするじゃん俺、うん、でも分かるよ分かるよ。だってうちの舞台上がってんじゃん、うん、僕なんか30分やってる間に同じ話に移動しちゃったことありますからね。それは引くわ引くけど俺なんかもう舞台上がってる時に、うん、さっきご飯食べたのにまた食べてる時あるもん。それはもう違うあの種類のことだから。あとトイレだと思ったらトイレじゃなかった時とかもある。それはもっと違うから。それはもうそれからあの記憶をたどっていくと弟がいたはずなのにいないもん今それは怖いもんなんか怖いから ねもう違う話しよ。俺その話したか。うん前ちょこっとねちょこっとだけ。じゃあ再放送今の、うん、それじゃあね、このコーナーですけれども最終回なんですね。そうですね私のモノマネも今日でも聞き納めということ。いやいやいや次のコーナーやめましょうよ。もうでも今今日結構できてたよね。そりゃ日本昔話は基本だもの、うん、でも市原悦子よりはやっぱり時田富士雄さんの方が。市原悦子の真似はできないねよ、プロマイクない感じはね。あの時田富士雄さんってさ、うん、あの田無の司会議員かなんかに立候補してたんだってね昔ね。そうそうなんだって。え、じゃあ演説とかしても、うん、時田富士雄に清き一票って清き一票なんてやってた。うわで有権者におにぎりとか配った。それお食お食それはね。うわお食の仕方が普通の人と違いそうね。ということでこのコーナー最終回で、はい、なんで最終回っていうとですね、はい、私たちがもうサテラビューを極めたからもう何でも聞いてください。知らないこと一個もないですね。サテラビューと野球ならユタオと言われるぐらいです、ね、野球を言っちゃいましたか、はい、そんなに学んじゃいましたか。ちょっとサテラビューについての質問なんですけれども、はい、聞いてください。あのこの皆さんの家も目の前にすぐあると思うんですけれども、はいはいはい、このねあの、サテラビューのセットの上にこうカートリッジがあるじゃないですか、はいはいはい、これは何メガバイトぐらいある。それはねあのバイトの人はやっぱり40人や50人やっぱ雇わないとだ。入ってるんですか中に。入ってます小さい人。その人数のことを僕らは何バイトっていうのを。そうです。読んでる。何人ぐらい入ってるんですか。で40人から50人ものによって、まあ、この番組なんかはでも37人ぐらいでやってますけど、ね、うん、あのうんこ先生もうそういうトークを比べてのやめてくれる、はい、コーナー先行きたいから、はい、あのプレイヤーの皆さんマガジンの1段目開けてもらいたいと思います。行こう。目次いよいよモノマネのコーナーも終わり来週からはということで、せーのピローン。ハウトゥーサテラビュー一人ぼっち。だっていつもこう一人で言うじゃん。一緒やってない。この後二人で言うんだよ。あ、そうか、うん、仲良くやろうな、うん、最後の次のページ、先週から出した宿題入ってます。せーのピローン。貸別荘豆寿司。違うじゃんほらもう仲良くやろうってのにもうその気力を失ったよ。俺ちゃんと言ったじゃんか。大豆つったじゃねえか今。あ大きいっていうじゃ入っておりません。小豆。あ違う豆。それは小さい豆だ。豆ただの豆です。貸別荘豆知識ということで、はいね、じゃあちょっと読んでいきましょうか、はいね、はい。じゃあペンネーム、ペンネームテレフォンもんがもんが長野区。貸別荘豆知識。設備キッチンには冷蔵庫。はい、この後答えを覚えなきゃダメだよこれ、ね、そうですね最終回なんだからね、はい、冷蔵庫、スケジュール表、マネージャーなどの台所用品が一式揃っています。うん、嫌な番組の仕事を持ち込んでみんなで楽しく作るのがホリプロライフの醍醐味です。ほうほうほう。その仕事のこなしっぷりによってさまざまな広さの別荘が利用できます。なるほどね。あなたどのくらいの別荘を今利用なさってらっしゃる。まだ別荘できるほどはこなせてないんですけども。あ、そうなんですか。かなりやってますね。ええ、夜は引っ張れってあるじゃないですか、はいはい、あれ出るの、あれに出るならまだしも、うん、あれの偽物みたいな番組に出て、うんうん、あのヤングマンを歌えと言われている仕事が入ってるんですが、多分僕、うん、楽しそうに歌うでしょうっていう一応天気予報だけはしときますんで。あーなるほどね。本当でも偉くなったよね。もうオンラインのゴージャスな旅館、うん、巡り、うちの人が出てるやつでしょ。それのパート2、うん、出ます多分僕レポーターでもうにこやかに出ると思われます。本当あのね僕ね伊集院光くん10年前から知ってますけどね、考えられないんです僕は。考えられませんね。こんなに人のいい人になったなんて考えられません、僕は嫌な営業の楽屋にうんこをしてきたことがありますからね僕はそのイベントを二度とやりたくないという理由でソファーの上にこんもりしてきたことまでありますから、ね、今日2回も言っちゃった。あのねでもねでもねでもね最近ちょっとね分かってきたの、はい、楽しみ方が。あそうなんですか。嫌な仕事の楽しみ方。嫌なっていうか、うん、それ違うっていう仕事の楽しみ方、うんうん、ダメな自分を見るの面白いな。あそうですか。わざとダメな方に行くもん。はあはあはあ。でなんか俺の好きな俺は、うん、売れない俺、うんうんうん、じゃないですか、うんうん、でいてこうなんかテレビタレントさんとしての伊集院光はあまり好きではないわけですよね。この時間帯でこの番組聞いてくれてる人は大丈夫だよなきっとな。もうだってテレッテレーテレレレツンテレレンレンレって時みんな踊ってんじゃん、うん、俺の踊りっぷり注目してみ。すっげー踊ってるよ俺。じゃあ明日見てみよう。もう頼むよ、うん、
うん、あれはもう俺を見るのが難しい。でもあれだよね、あの番組って本当にもったいないよね。何が？だって君使ってんのにさ、全然君の使い方が分かってないみたいな感じお昼から俺の使い方は絶対分からないだろ、きっと。だけどもうちょっと面白いね、東京都町田市の社長といえばあのじじいさん、ね、あのじじいさん設備、うん、キッチンには冷蔵庫、うん、花屋敷にいる見たこともないヒーロー俺は大好きなんだ、ファンなんだ。すごい花屋敷に出てくる見たこともないヒーローに出てくるヒーローものっていうか、うん、あるんですよ、アトラクションが。ロボットが出てくるんだね、うん、なんていうロボットか知ってる、名前。この間見たのはその形してた、名前は分かんないけど、うん、五重の塔の形してたけどそれ俺見てないわ。五重の塔の形してたよ、この間の。主人公的なロボットがいいんですよ。おー、それ知らない、名前すごいですよ、うん、ロボットロボットくんなんだロボットくんなんだちょっと続き、花屋敷にいる見たこともないヒーロー、うん、それを見て喜ぶガキなどの台所用品一式が揃っています、うんうん、ほぐした花火を持ち込んでみんなで楽しく作るのが悪ガキライフの醍醐味です、うん、強いマンの必殺技によってさまざまな広さの別荘が利用できます強いマンだな、それからすごいのが花屋敷オリジナルヒーローものってのは売りなんですよ、その花屋敷のステージでやってるぬいぐるみショーはテレビでやってるとかじゃなくて、うん、普通はテレビでやってるのを後楽園で、ね、普通はね、うん、花屋敷オリジナルっていうのが歌いなんだよ、うん、これで見に行ってまずテーマソングが流れるんだよ、うん、それがすごいぞ。誰だ誰だ誰だ許せないなオリジナルじゃねえかもしれない笑うぞお前、うん、でその後は全然緊張感なくて油が切れたぞロボットくんダメだよ、お前に守ってもらう世界はねえよもう絶対で戦う相手が五重の塔か敵キャラ見てなかったなあ。いや俺の方いきますね、ペンネームどさんこラーメン、設備、キッチンには冷蔵庫、マチャーキ、女子アナなど台所用品一式が揃っています、どうでもいい位置の芸能人を持ち込んでみんなで楽しく作るのが厨房ですよライフの醍醐味です。いかにもわざとらしい星の数によってさまざまな広さの別荘が利用できます、厨房ですよな。雨宮塔子さん、雨宮塔子さん、マチャーキってどれぐらいの自分の中で好きさにいる？もうすごい好き。俺も結構そういう位置にいるんだけど、うん、だってすごい人だと思うもん。だっていろんなことできるし、じゃんか、うん、でも周りのスタッフとかに聞くとマチャーキの位置もっと低いのよ。それはわからないな。僕はすごい人だと思いますよ。なあ、うん、マチャーキとかと田代正史とかと同じ位置にいるわ。あ、もう話にならない。全然違うよ。マチャーキは言っとくけど昔海を行くマチャーキ海を行く、マチャーキ海を行くにすら出てたんだ。はい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 、もう田代正史は海を行く出てなかった。行かないから、行かないから、ね、うん、ダフンだだしね、うん、じゃあそちら、愛知県江南市の水道水真水さんからですね、はい、明日愛知行くんだ。うちは設備キッチンにはごめんいいからもう一緒に睨まないで。いやいや、愛知のどんな駅ビルに行くのかなと思って。明日はね、うん、愛知工業高校っていうとこですね、設備キッチンには冷蔵庫、はい、欲望に満ちた山口美恵、今にもつかみかからんばかりの森久美子などの台所用品一式が揃っています。入りたくねえな。良い人伊集院光を持ち込んでみんなで楽しく作るのがいいともライフの醍醐味です。醍醐味ですね、そのなりきれなさによってさまざまな広さの別荘が利用できます。もうね、もう指摘されてますよ。山口美恵さんと出たさ、 NHK のクイズ番組。日本人の、うん、もう怖くてちょっと怖いよねあの人ね。山口美恵さんなんかハリウッドの一流のスタッフが作ったみたいな顔してない？なんか今、うん、なあ、だあの君とか僕とかは山口美恵さんにすごい嫌われるタイプだと思いませんか？そうでもないの、逆デブっていうだけでもダメじゃないの？そうじゃ、あの人はそういう感じじゃないの。あ、そうなんだ。どういう感じかっていうと、私この頃ブラックユーモアが冴えてるのよって言われて、うん、何が？この間ね、善次郎に会ったのよ、うん、私ユーモアかましたわよ、面と向かってね、あんたつまんないわよって言ったのよ。それユーモアじゃねえやろ全然ね。じゃあ続いてないわそれは。ペンネーム宮城県仙台市田部さん。仙台の駅ビルも俺なんか行ったことあんな。仙台の駅ビル、仙台のデパートに、うん、31とそっくりな、うん、31っていうアイスクリーム、あ、30じゃない、13っていう逆だ、逆だ、13なんだ、13っていうのがあって食ったのうまかったな。設備、キッチンには冷蔵庫、マタギ、鬼などの台所用品付きが揃っています。たたりを持ち込んでみんなで楽しく作るのが八つ墓村ライフの醍醐味です。生贄によってさまざまな広さの別荘が利用できます。八つ墓村ライフだ、
さあラストいきますか、じゃあこちらね、じゃあそれ京都市のダムダハイムさんからです、はいはい、設備キッチンには冷蔵庫ドラムセット、うん、ギターとアンプなどの台所用品一式が揃っています、うん、ミックジャガー男組を持ち込んでみんなで楽しく作るのがちょっと大人のロックライフの醍醐味です、うん、ドロンコ美容によってさまざまな広さの別荘が利用できます、うんすっ飛ばし系ですね、うん、今日の女性が最後ぐらいは本当のことを教えてあげないと、うん、俺らは分かったからいいようなもののそうもし本当に分からないで聞いてる人がいるとねな貸別荘でひどい目に遭っちゃうからな、うん、じゃあ本当のことあれです、ね、それですか違いますかどれですか僕こっちかなと思ったんですけどあこれですか分かりました、はい、仙台のペンネームダベサさんがおっしゃってくれたですね教えてくれた貸別荘豆知識設備キッチンには冷蔵庫またぎおにぎりなどの台所用俺今さこうシステムキッチンがあるじゃんか、うん、下にこうやって開けるとこがあるじゃんか、うんうんうん、あそこにさ体育座りでマタギが入ってんの毛皮着てねそう毛皮のベスト着て紐で腰にベストなんていいもんじゃないんだけどもねねえ持って鉄砲を持って、たたりを持ち込んでみんなで楽しく作るのが八坂村ライブの醍醐味です生贄によってさまざまな広さの、別荘が利用できますということでねじゃあこちら正解ですこれ来週からは新コーナーになるから今回宿題はいらないんですねそうですね、あのねもうずっと口を酸っぱくして言ってきたんだけどもね、はい、ずっとねこの今日のダベサさんみたいに本当のことを書いてきてくれてる人もいるわけよ、はい、俺らはちょっとでも頭良くなるようにそれを嘘ばっか書いてきて挙句の果てには何が山口美恵と森君子とちゃんと仕事をできる俺だそうですねそれは違う意味で正解だけれども物質層の使いはお前みたいなやつがいるから神田川にボラがすごい発生すんだねえ本当にねちくしょうハウトゥーサテラビューでした、はい、ありがとうございました終了、はい、で来週からの新コーナーはこれ青春色あれ言えてなかった言えてなかった一つも言えてなかったすいません湯田さん湯田さん来週からの新コーナーはこれっていう時じゃないですか、うん、っていうことは誰もこのコーナーの本当のタイトル知らないじゃないですか、うん、プレイヤーが知ってるのを変な風に言う分には面白いですけど、うん、知らないものを変な風に言ったら分かんないですから、ね、ちゃんと言いましょう、はい、せーの青春いろはがるたこのコーナーでゆうたおさんちょっとご説明の方をお願いしたいと思いますこのコーナーはですね毎週マガジンに出されるカルタの、取り札、うん、これを見てですね、うん、読み札は何だったかこれを想像していただくというまた無茶なコーナーがまたまた俺らの企画会議がやりすぎと言われるゆえんですね、これはじゃあ、ね、プレイヤーの皆さんはマガジンの2段目を選んでみてください、はいまあ、せーのピローンセイスいろはがるたはいもういいですからオポはいいですからオポはいいですから、はい、じゃあオポよしオポよしですねもうすでに、はい、もうすでにもうオポよしだからっていう指示ですね、次のページにじゃあですね、まあ、あの取り札いわゆる絵札が入ってますそうですせーのビローンいいいいですねいいなんですかあれなんでヤシの木とそうですねいろいろポイントありますけどねあと犬あれぶつかってますねうんで言ってタバコを吸ってますね僕はいけないタバコで犬もフラフラだと思うんですけど僕はあの絵を見て想像するにあヤシがあってこれプードルでしょ、うん、プードルで、うん、セントバーナードっぽい猿がぶら下がってるんですプードルにあプードルなのに猿がぶら下がってるこの辺が、で後ろにいるのがあれは黒い人影はあっていうことは急げ人命救助プードル、うん、やつが誰かを撃ったぞあの可能性もありますね いいですからね実にでヤシの木は全然関係ないんだ関係ないです関係ないです読み込まなくていいんで、ね、いやそういうのもありなんですかありですよもちろんいやだから何個かちゃんと使ってくるんだけどヤシの木はたまたま、うん、たまたま風景犬が転んでるぞ黒い影ってなった、うん、いってーヤシかよの可能性もありますからねちょっと黒い影また関係なくなっちゃう関係ないです関係あれはどれか一つ抜かなきゃいけないまたまたまいた人全部入ってもいけない長くなるじゃないかもしくはイーデス・ハンソンスナイパーとしての初仕事はプードル殺しっていうのもあれイーデス・ハンソンかイーデス・ハンソンですけどね多分ね板前修行いじめ抜かれて撃ったのか犬っていうのもありがちなあそれプードルが厳しい修行であとなんかあのシルエットがちょっと角刈りっぽいじゃないですか角刈りですねあいつですよあいつが板林をやっててもう疲れちゃったんですよいじめ抜かれて、はいはいはい、これでちょっとね撃ったのか犬っていう状況あー プードルを撃ったのかっていうねあそうすると今度この樽は関係なくなるあそうですね難しいですね生きのいい生き…あ違う生き物が
樽に入って僕の首からぶら下がっているっていうのもありですね。そういうことでですね、このコーナーは今皆さんも一緒にやってくれてればポンと画面に映ってますね、はい、イの取り札が。そうです。これを見て、まあ、こんな読み札だろうと、はい、当然イから始まってこの絵と関係あることに決まってるんですから、 ね、うん、それをどんどんもらっていこうという。そうですね、もう一回きちんとあの絵の説明しとかないと、これあの使ってない人もいますから。ダメ、そんなやつはほっぽっとくもうそんな使ってないようなやつはいいから始まる面白いことは書いてこい。またそれだよ。イングリーズ旋風とか書いてこい。生き物よとかね、そういうの。まあ一応説明しとこうか、うん、絵的には、うん、犬があのヤシの木にぶつかってるんですよ、プードルが。そうです。でプードルの首からは樽、セントバーナードとかについてる樽がぶら下がってるんですよ。でその後ろの方でタバコを吸いながら猟銃らしきものを構えている男のシルエットは、でいいですよ。そうですね、これはいいで始まる。そうだよな、これサテラビュー持ってない人とかも。そうですよね、聞いてんだよな、買えよ、ね、買わなきゃいけないと。本当だから大っぴらにこれ言っちゃいけないんですけどね。そうだよな、うん、俺らなんか5台ずつ持ってるよな。うちの7台だよ、うち。嘘、うち7台だ。これ赤と緑と、うち青と透明の、うち透明12個あるもん。あ、すっげーな、おい、いいな、ゲームボーイかよ。さあ、じゃあ宛先をゆうたくんの。宛先、はい、宛先は郵便番号150、東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ、伊集院光の、田舎の割にはゴージャスな駅ビルは全国的には知名度ゼロ、青春いろはがるたの係までです。はがきを読まれた人には番組特製ステッカープレゼントしまーす。ハニーナイツでサスケ。嵐よ吠えろ、逃げ道ないぞ、サスケ覚悟。おう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 、はっ、忍法みじんがくれ、サスケ。来るぞ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 、手ごわいぞ。行けよ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 、負けるなよ、サスケサスケ。おいら男さ、名はサスケ。一人のサスケが二人のサスケに三人に四人に五人十人。おう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 、や忍法影分身サスケ。来るぞ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 、手ごわいぞ。行けよ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 、負けるなよ、サスケサスケ。おいら男さ、名はサスケ。スーパーファミコンアワー、一級院光の放課後の王様。あのさ、門のとこにさ、犬っていうステッカーがさ、犬犬犬っていっぱい貼ってある家さ、怖いね、寄れないよ。ババボーイ。あれ、昔貼ってある数だけ犬いると思ってたよね。思ってた、思ってた。そしたらなんかもう犬、丸犬、もう京番茶のチャーも見た勢いで丸犬丸犬書いてある家とかで、あの黄色とか赤とか色で分けてあるじゃん、うんうん、あれはだから犬の種類によって色分けしたの。例えばだからコリーは赤とかブルドッグは青とか、そう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 、柴犬は黄色とか、そういう風に分けてあるんだと思う。だからここのうちはいっぱい犬がいるんだなーなんて思ってた。思ったら、それもしかもさ、あの木戸とかならまだしもさ、勝手口とかにいっぱい貼ってあるとかあるとさ、うん、おい、なんかお前犬に占領されてんじゃないかと思って。で、犬犬犬、ワニ犬犬になってる家とか、それはなかったけどもね、すごいびっくりするでしょうけどね、はい。このコーナーですね、馬場さんが今までに一度でも言ったことのある言葉をですね、うん、馬場さんの生態をわざわざ今週移植してきた、はい、我々があの再現していこうっていうコーナーなんですけども、そうです。あの最初の、あ、もうすでに生態を使い分けてますね。血の底から湧き上がるおならのような声ですね、それね。おれさあ、あのでもゆうたさんちょっと戻してください、はい、あのバレンタインデーに馬場さんはチョコとか渡したりするんですかね。渡したりってもらっても困っちゃうな。ハンセンに渡しててほしいですね。それじゃあ行きましょう、僕から行きましょうかね、はい。ババボーイス。怖くないから
さあおいでよ。怖くないからさあおいでよ。ごめんなさい、ペンネームも読まずに僕いきなり言っちゃいましたけど、はいはい、これペンネーム最終話ありがとう福島さんの巻からだったんですよ僕もうこれすごい好きで、深そうですね。なんかきっとあなたの中では、僕はあの病気で寝てる子、はいはいはい、が病気ババですね。ババじゃないです、病気で寝てる子です。あ、このあ、小学校5年生ぐらいの子が夜寝ると必ずパジャマを着たババさんが出てきて、うん、楽しそうな方に誘ってくれる夢をいつも見るんですよ、うん、あ、ちょっとあの昨日うちのばあちゃん今入院してんだよ、うん、したらね、死ぬの、そういうこと言うなって怒られるから聞いてる人に、まず、ね、お前の家族だろ聞いてる人じゃなくて、主婦はそういうのうるさいんで、うちのばあちゃんのさ、うん、向かい側のベッドにさ寝てるおばあさんが、うん、ちょっとおつむのにいらしてる感じ、あのインタレスティングブレインそうそうそしたらさ昨日さ昨日ね、うんうん、お見舞い行ったら、うん、さ、うん、そのおばあちゃんがさ急に話しかけてきたの、うんうん、夜ね、うん、夜ね、私のこっちのとこへね、こっち右側のとこってことね、うんうん、こっちのとこへね男が来んだよねって言うの、うんうん、あ、そうなんですか、でね、ニヤ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 ね見るからってね、そのおばあさんいきなりパッって胸裸でおっぱい出しちゃってスーって聞いてやったんだ聞いてやったんだおい、男は男は、そしたらね笑いながら行っちゃうんだなんつってんの、うわ、来る人みんなにそれ話してたよ。それはもしかしたら死神をおっぱいで、もう毒おっぱいで追い払ってんのかもしれませんね、もしかしたらね、お笑いお笑いおっぱいで追っ払ってんのかもしれませんね、おっぱいおっぱい言ってますね、本当に実にうまいですね、もうおっぱいおっぱいってクラリネット壊しちゃったかと思いましたよ僕は。あれ運かよじゃあどうぞゆうたおさん、はい、ですね、はい、千葉市の愛しのニューヨーカーさんからですね、はい、ババボイス、もしもし、誰ね、誰誰なの、不安だ、木村以上これババさんすごい不安ですよね、無言電話って困りますからね、本当は誰なんですか ね本当は誰でしょう、ババさん、もしもし、もしもし、誰木村、うん、違うの相手もババだ相手もだ、うわ怖い、ドッペルゲンガーだね、なあ見たら死ぬやつだね、うん、でっけえドッペルゲンガーだね、おおドッペルゲンガーですか、大ドッペルゲンガー大680円さあそれじゃあ売ってんだ売ってんだ売ってんだ、今スーパーのチラシのイメージだけど熊本県熊本ペンネームランマル、ババボーイス、子供の頃の話していい、僕ね、2歳の頃にね、五神合体してできた。五神合体ですか、あの胸が飛び出すバン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 コテトジグみたいになったんですね、ちなみにまた福島ボイスがいっぱい来てて、今読んだぐらいしかババがボイスがないんですけど、読みます福島ボイス、俺こんなにすごいですね、うん、もうパスパス来てますね、うん、じゃあ福島ボイス行きましょうか、はい、はい、バレンタインもんが結構来てますから、福島ボイス、やっぱりね、近いですから、バレンタインでいつ、もう水曜とか、あさって、あさって、あさっては南京玉すだれで、すいませんでした、本当に反省しております、もう二度とやるんじゃないよ、はい、ごめんなさい、うち入れないよ、ごめんなさい、ねえ、ごめんなさい、船橋のおじさん呼ぶよごめんなさい船橋のおじさんすごい怖いんだなあ、船橋のおじさんもう怒ると金刊ぶつけてくるし、東京都町田市のペンネーム社長といえばあのじじい、福島ボーイズ、田中君、2月の14日の午後5時うちにいるよね、っていうかいてっていうか色命令、最近命令系ですね、命令多いですね、でもさ久々会った福島さんすごい綺麗になった、どうしようかね、困っちゃうね、でも俺が想像するにもし本当に綺麗な人が、うん、久しぶり田中くんって福島さんだったとしたら、うん、それは取り替えられてるねどっかで、うん、成長ではありえないね、うん、じゃあどうぞ、それではですね、東京都台東区の南千住人さんからですね、はい、福島ボーイス、2月12日月曜日、田中くんが手を握ってきた、どうしよう、軽い女と思われるのも嫌だし、どうしよう、すごく悩んだ、夢を見た
日記日記だ、うん、実際に起こったことがもうどうでもよくて日記だ、もうつれえな。続いてペンネームテレフォンモンガモンガ福島ボーイス。先生、男子の机からまたこんな紙が出てきました読みます。福島の似ている動物、カバ5票、ラクダ4票、暴れ牛3票、ラマ3票、フグ2票、タスマニアデビル1票、福島は福島1票、炎蔵1票誰なのこんなの作ったのもうこれまずい、炎蔵してまでとっと巻き込んじゃいましたね。いやいやいや、メガネといえば、メガネって今は誰なんですかね。昔は僕らの子供の頃はメガネかけてるやつはもう遠鏡とか言われたもんですけど、今誰なんだろうね、メガネかけてる人。ザ・メガネっていう人は佐野史郎とかなんですかね。え、そんないいの。ごめん、昼間から俺長男の嫁とか見てるもんだから、なんか佐野史郎出てきて長男の嫁の事情については今俺詳しいから。今大木ボンドさんじゃないんですか。あ、ブサイクでメガネかけてたらもう大木ボンドって感じするわな。感じしますよね。ハイラリラとか。何それ、変なコマーシャルやってるやんけ。なんか大木ボンドさん、大木ボンドさんやってるの。あ、そう、先読み編集局しか知らない。うわ、俺だったらもうあれだな、図工で作った福島さんの人形を棒の先につけて、うん、編集局の棒とか作るね絶対ね、じゃあ続いて、続いて、先ほどと同じく東京都台東区の南千住人さんからですね、はい、福島ボイス。2月13日火曜日、今日は日記だよ。今日は2月12日だけど、明日にお願い、机の神様、田中君の横の席当たりますように明日にお願いしてます。明日にお願い、明日と机の神様に妙にお願いしてますから。でも大変ですね、がんじがらめですもん、席替えね、うん、席替えの時にさ、そういうやつの隣の席になっちゃうとさ、うん、僕目悪いんで前の方にとか言ったりするな、うん、無理やりね。目悪いんなら前の方にっていう言い訳が通用するんだったらば、うん、福島さんも同じぐらい前の方に行けるんだけどねすげえメガネだからね。ちゅうことでですね、来週もおはがき待ってます。あつ先は郵便番号150東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ伊集院光の放課後の王様、ババボイスのかかりまでです。はい、もう諦めましたね、もうね、今日長いからやだ。はい、採用者には特製ステッカープレゼントします。スーパーファミコンアワー、伊集院光の放課後の王様。ソドン、ソミレトラ、レレドシドシラドシ。ときめき純愛ラブストーリー、私立湘南学園。シコラ、シコラです。いい人になってますねときめきじゃねえやろいい人だときめきやつってやつが、親からかっぱらった金でタミヤから全部揃えるかも、ね、そういうことで、はい、僕らの村あ
今モグラが泥掘ったっていう風に聞こえますけど、ドクロ村の伝説は先週でめでたく一巻の終わりでございました。一巻の終わりというか全ての謎が解決して見事完結しました、はい、今週からですねちょっともうあの毛色を変えて、はい、あの明るく楽しく爽やかにラブストーリーもので、まあ、サウンドノベルを作っていこう。そうです。今まであのなんかそういう謎とか殺人とか起きないでサウンドノベルものってないですよね、あんまね。こういうなんかときめいて、うん、ときめいて函館っていう感じのでも湘南なんですね。まあそうなんです、まあ、ときめいては今湘南ですって言ってくれないとダメじゃん今のところは、まあ、やっぱ船橋のおじさん呼ばれちゃうよ呼ばれちゃうよお前船橋のおじさんだけで住んでるちゃいよお前船橋のおばさんお前アタッチメント付きで呼ぶぞこの野郎お前これちょっと覚えてない。であの一応これからもうときめき純愛ラブストーリーですから、そうです、ええ壁の裏のスイッチとか岩が割れるとか滝が上がるとかない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 、はい、一応ですね結構最後の方あのご長寿になっちゃったじゃないですか、あのドクロ村の伝説あの過ちを必殺技悪いんだよ何か言いました言ってないですちょっと待ってください、学園もので必殺技ないでしょ。ない、言ってないじゃないですかね。そんなないです、ない、ね、反省を踏まえてきちんと作ってときめくような、はい、俺らって中学校がモテない君だったじゃないですか。そう、モテない君ですよ、ねうん、ね、落ちない君だったじゃないですか。そうですよ、ね、もしくはできすぎ君だったじゃないですか、うん、でそういう俺たちが楽しめるようなときめきもの、うん、そうですね。いやマガジンはゆうたお君何番ですか。マガジンは3番目を選んでください。せーの、ペロン。ときめき純愛ラブストーリー私立湘南学園。あ、ちょっと待って何金八先生みたいにみんなで言うのだって先週まで一人でやってたんだよ。違う、しかもマイクの前にいないスタッフもね、うん、俺が知りつつたみんなで湘南学園って言うの。はい、音楽止めて一回もうやり直し、もう全然やりない。俺のイメージの中のときめきがね、何を横で構成の入れ顔やってらんない顔ですよこれは多分これはスタジオの中にいるのは、うん、ゆたくんと僕とその構成の井出くんで、外には構成、おい構成逃げた外の構成が逃げてんですよ今。ダメですよね。一応井出くんの声はマイクに入ると思いますけども、それでは行きますよ。この前で生かしてもらう生かしてくださいね、これね。それではマガジンの3番です、ペロン。ときめき純愛ラブストーリー私立湘南学園。井出くん大手 ねあ、そういうことでですね、いきますよ。はい、ページをもう一回めくると導入部ですよこれ。はい、いや僕は高校2年生私立湘南学園に通ってるんだ。名前は1番花形、同じクラスに好きな子がいるんだ。2番ブス島豪一隣のクラスに好きな子がいるんだ。3番名前はシャロンストーン友達が髪の毛についていろいろ言ってくるんだこの3つからです。3つからいきなりスタートからスタートがね、スタートからこれですよ。まあ今僕こういう風に反省してるんですか本当に我々は反省してますもん反省してますよ。例えば3番選ぶでしょ、うん、今まで俺たち多かったのは 1,2 番は使えるけど3番はもうダミーって多かったじゃないですか、うん、笑わしゃいいみたいな、3番も使えるんですよこれ。使えないでしょこれは。聞いててみ俺の例題。あ、例題、はい、ちょっとじゃあもう一回音楽流せますか。僕は例題喋りますから、いきますよ、せーの、てれん。いや僕は高校2年生私立湘南学園に通ってるんだ。名前はシャロンストーン、友達が髪の毛についていろいろ言ってくるんだ。嘘。ああ、なるほど。これでもう全部続くから。僕はシャロンストーンがすごく好きだから、友達が僕のことをシャロンストーンなんて呼んだりする時もあるんだけどね。なるほどね。シャロンストーンの魅力はね、なんて4週ぐらい。ずっとシャロンストーンについて。4週。へえ、すごいね。主演作から全部っていうのもできますからね。こんなに話されちゃってもね。これでも。可愛い子出てくる。例えば一番上の花形だったら、うん、花形なんでこの人花形だけなんでしょう。え花形なんとか、もしかして苗字が花で名前が形花形なんだ、ね、いやいや花形、一応花形同じクラスに、好きな子がいるんだで、うん、その名前はその子はこういう子でとかっていう風に言ってくれれば、うん、こうこのなんていうんですかね、
サウンドノベルなだけに、うん、だけに俺らの頭の中に可愛い女の子とかがすごい描けるじゃないですか、うん、でも例えば1番選んだ場合、うん、来週の選択肢って今度彼女の名前はってなってまた3つ同じようなこと来ると思いますよ。そういうのやめようよ。同じじゃねえかだってあとね俺注意したら登場人物が増えすぎだから、そう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 、あの必ずね無駄に増やした登場人物は責任持って殺してそうそうそうもしくは転校させるとか それはやってくんないと、うん、ねダメですね。あとで金髪美女が来て全部始末しててくれたらダメだからね。もう今度はダメです、ダメです。今度はダメですから別の物語なんですからね。仏島剛一花形だったらばなんかお金持ちの子っていう感じだよね。そうでしょうね。あの仏島で仏島さんっていうのは、うん、あのいい人だけど、うん、ちょっと勘違いされやすいタイプの人ですかね。じゃあちょっと読み方仏島だとかなり変わりますね、うん、じゃあちょっと仏島のイメージで読んでみますんで、じゃあ音楽スタート。いや僕は高校2年生私立湘南学園に通ってるんだ。名前は仏島剛一隣のクラスに好きな娘がいるんですたい字変えちゃってね字なんで俺らこのキャラクターって九州なんだろうななんでタイにしかも九州だと必ずデスタイだね。デスタイな俺ゴアスか迷ったけどねブス島剛一、うん、全然キャラ違ってくるもんな。そやな感じがするじゃないですかブス島剛一さんって。花形だとあの俳優さんでいうと誰っていう感じですかね。男前系ちょっとキザっぽくなってくるんじゃないですかやっぱり。そうでしょうねやっぱり ね花形キザっぽいキャラクターな、うん、誰なんだろう、ね、あの俺らの年代でいうと国広富幸とか、ね、まあねそうだ、ね、最近国広富幸見ねえな。お昼のドラマ出てる今ほんと6チャンネルかな。そんなに驚くことじゃねえよ俺うっそ、うん、そんなに驚かなくていいよ。じゃあブス島はブス島さんは、ね、あー島田久作おーおーまたごつい感じの人じゃないですかね。なんかでかくていわゆる番中太的なやつだもん。そう、そういう感じですもんね、うん、中古でですね中華3本豊作でしょ違うよだってデスタイっつったじゃん。だけど顔は男前かなっていう眉毛とかしてたもんじゃん。3本線とか欲しいわけ。そう、うん、だからこうライバルが出てきたりとかデートに行くね、うん、から行動次第で女の子の印象も変わっていく。クラマさんみたいな人なんですよね。クラマさんそうな、惜しい人な。クラマ物語ってこのドラマでやるの知ってる？君がやるのもしかして。俺じゃない。やめてくれよ。いくらなんでも。渡辺徹さんから。クラマ物語。まあ豆情報だけど。そういうことで、ドグロ村の伝説の時の教訓を生かして、はい何個かお約束があります。はい、一つは、無駄に出た登場人物は殺せ。殺す。早めに殺さないまで。責任を持って各自各々責任を持って殺す。転校させたりとか、はい、そのストーリーからうまくフェードアウトさせること。そう。これ責任持ってください皆さん、はい、ね。出しっぱなしってまた言われますから。かなりドグロ村今振り返ってみれば出しっぱなし多いです。そうです ね、あとあのごちゃごちゃになった末にねあの夢だったとかそういうオチダメです、ダメですね一応ね物語全部7話で7話で終了させていこうかなと、はい、7話でだから名前をちゃんと決めてもらったら女の子のある程度のところまで言っていただいて、うん、その後選択肢を分けていただくっていう感じがいいんじゃないかなと。7話ってことは来週からならそれとも今日からなのですか。まああの今日からじゃああと6回でよ終わらせなきゃ終わらせなきゃいけない、ね、なるほど、はい、まあドクロ村で得た教訓としては、最後地雷とかで布団にやってもいいんですけどね、ダメですそれはね、ちょっと難しいですけど皆さん盛り上げてください。待ってください。照れずにもうドキドキするようなストーリーを、ね、あなたの今まで妄想の中に閉じ込められていた甘酸っぱいストーリーをお願いします。な何甘酸っぱい甘酸っぱい、ね、宛先は郵便番号150、はい、東京都渋谷区神宮前2-12千時が伊集院光の放課後の王様市立湘南学園の係までです。ちょっと待って全然言い方違うからそれはガガキ来ないよ。なんていうコーナーだっけ。私立湘南学園全然違うもん。どうやってやるんですか。私立湘南さあ、それじゃあ私立湘南学園非公式エンディングテーマボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。
ーファミコンアワー一級院光の放課後の王様やっぱり汁出ちゃってほらねほらなな、何この色ほらほらこっちだまた。これでもうエンディングでいいのかな。エンディングですね。そうですね、この時間はプレイヤーの皆さんから届いた普通のファックスとかお便りを紹介していきたいと思います、はい、大反響ですよ。本当に嬉しいですよこれ。じゃあちょっとあなたの方かな。北海道函館市のドイツさんからですね、うん、私は今度東京の大学へ行く函館のものなのですが、うん、東京にはボニモリアというデパートはありますよねって。ああボニモリあるよ。俺はもうボニモリでいつも買い物するもんね。うん、する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 。俺たちボニモリアの CM 出たいってオーディション受けたことあるもんな。ね、ね。でももっとおしゃれな感じの人にしてくださいって言われたから。うん、あります、あります。ね、五反田にあります。五反田、はい、もっといいとこにない？五反田と蒲田と。原宿ある。あるある表参道にね、あるある待ち合わせ場所、うん、有名、うん、ね、あります。そうそうそう、大丈夫、安心してください。そう、中猿絵的地っていう銅像があって、ね、その前のところにボニモリ屋の、うん、あの本店ボニモリ、ボニモリね、あるな。じゃあ続いて、いいですか、読んじゃってこっち。僕の方があります。ペンネーム泉谷しげる。私の地元大阪府、これ巻き方っていうのかな、舞い方でいいかな、ひらがたでしょこれ。なんていうの、え、平方、平方っていうの、1枚2枚の前だよ、うん、え、平方っていうの。平方市には巨大大手デパート泉屋というヤング御用達のお店があります。結構大きいので東京にもあると思うんですが、ね、店の歌、うん、詩しか書いてないですけど、うん、あんなの欲しいな、ドッキドキ泉屋ワックワク、はいドミソ買いに行った甲斐があった、夢心地1回泉屋これどういうんでしょうかね。わかんないですね。あんなの欲しいな、そんな曲なのこれ。いやちょっとボサノバ調にしてみましたけど、あんなの欲しいなとかそういう感じでしょ。 あんなの欲しいな、ドッキドキとか、そんなのなきっとな、うん、あそっちありますか。まだですね、三重県亀山市の、はい、AF を愛する少年からですね、うんうんうん、我が亀山市で一番大きいデパートと、というよりも亀山市唯一のデパートというのが、うん、亀山エコーです。今でも亀山市中の学生はエコーで服を買うことが最もナウイヤングです。ナウイね、ナウそうだ。ちなみに全国に誇れるところは昔ハンバーガーショップドムドムの6号店があったことです。ドムドムはあるよね。ドムいやエコーもあるけどエコーもあるけど、エコーあります、あるけど ね小杉エコー。すげえ、お前中心に置いてあげないで、ね、嘘なのに。嘘ぐらい中心に置いてある。いや銀座にあるよ、銀座エコー。銀座にある、うん、でかいね。7丁目エコー、7丁目エコー、うん、8万階建てでけえで1階から、それから畳2畳分ね。ほせえ棒かよな、もうすごいな。神奈川県ペンネームサルトの漫才。神奈川県ナンバーワンのキャッチフレーズが香川県ナンバーワンのキャッチフレーズが世界に誇る香川のデパートほどハンターです。あ、ハンターはいっぱいあるよね。ハンターのハンター、そうそうそう、中古レコード屋なんだけどね、実はね。4階建てだってデパートで。でもあ、ちょフォローしとくと品揃えは充実してるだろうね。そうですよ、もうね、ハンター知らないようじゃもうダメダメ、もう、ね、ハンターか津田沼のショッカーかってぐらいですからね。それ知らないしね。ということで新コーナーとかでいろいろ模様替えしてですね、はい、まあ、あんまり毒食を消して、そうですね、ときめかなきゃ。そうです、これからはね、もうときめく番組にするんで、はい、じゃあバイバーイ、さよなら、高橋プレー。